神宮寺三郎ハイトダイヤモンド、続けるにはまず一回どっかのルートをクリアした上であの選択肢を選ばないといけないっていうのが分かりましたんで、一旦それをそのクリアのルートまで進めるため、その間ちょっとこちらを進めていきたいと思います。今回まあ同時進行っていうわけではないですけれども、やるのは、ありました、劣化の剣。ファイアーエムブレムシリーズではおそらくアドバンスの中ではまあ簡単な部類かなと思ってるやつです。これも今途中まで進めているデータがありますけれども、どうせ序盤の分なんでリセットして、最初から行きたいと思います。と、劣化の剣はあの聖戦の系譜の進化版というべきかな。封印劣化聖魔とアドバンスでは出てるんですけれども、封印が劣化の次の時代の話です。しかし突然人の侵略によってそのバランスは破られる。どちらともが大陸の覇権をかけ争う。それは大自然の断りをも変化させるほどの大戦となった。後に人流戦役と呼ばれる戦いで、その結果敗れた竜は大陸から姿を消す。人は戦いの痛手を乗り越えて大陸全土にその勢力を広げていった。それから千年近い時が流れ、7章までしか進めてないんで行きましょう。はい、見習いの軍師。この見習い軍師設定っていうのはこの劣化の剣からやることができます。といってもこの後にこういった見習い軍師設定が出てくるのは聖魔にいたかな。で DS の分にはなくて 3DS の覚醒、杉田信勝さんが出てくるやつで、それ系がまた出てきたわけか。まあデフォルトでいきましょう。正直意味ないんで。草原の少女。これは外伝のセリカ以来久々の女性主人公です。
ている青色のユニットは、まあ、ファイアムシリーズお約束の色です。で、ファイアエムブレムシリーズでは、封印からですけれども、にしちゃでかいですな。バッタ様を舐めるなよ。でもここで。ジャビーン、必殺が出る。まあ、序章という名のチュートリアルですね。見習い軍師マークと少女剣士で奇妙な二人旅がこうして始まった。二人はまず旅路を整えるため予想か坂の交易都市ブルガルへ向かうことにした。この街での出会いがリンの運命を大きく変えることを彼女はまだ知る由もなかった。おお、こらなんて美しい女性なんだ。待ってください、美しい方。よろしければお名前を、そしてお茶でもいかがですか。よくぞ聞いてくださいました。俺はリキアの者、最も情熱的な男が住むと言われるキアラン地方出身です。冷たいな、冷たい。あなたも素敵だ。
と思った。せい、いい加減しないか。おお、ケント、我が相棒よ。どうしたそんな怖い顔で。貴様が真面目にしていればもっと普通の顔をしている。せい、我々の任務はまだ終わっていないんだぞ。わかってるさ。なんだか、こんな美しい女性を前に声をかけないのは礼儀に反するだろう。何の礼儀だ。すまない、すぐに。失礼だ、君はどこかで会った気が。おい、ずるいぞ、ケント。俺が先に声をかけたんだぞ。待ってくれ、違うんだ。全員来そう。違うのか。お前もてっきり。貴様と一緒にするな。それより今の娘は大ぞ。彼女は多分。俺たちの任務か。嘘だろ。おい、かわいい少女。あんたリンディスってんだろ。もったいねえ。まったくもったいねえが、これも金のためだ。消えてもらうぜ。出てこい野郎ども。ほら、その奴ら、このご方に何の用だ。女の子相手にこの人数は卑怯だぞ。お話は後で。この者たちはどうやらあなたに危害を加えるつもりだし。だったら我々がお相手しよう。うわ、下がってるください。パパッと片付けますから。まあ、そんなこと言われてもな、困るんですけど。わかりました。あなたが指示を出してください。我々、私はリキア騎士の剣と、連れの男は戦意。我々はあなたの指揮に従った戦いをします。それで構いませんか。あんたマークっつのか、よろしく頼むよ。あの方にいいところをお見せしたい。まずは俺から攻撃をさせてくれ。攻撃する。敵の隣まで行かせてくれ。サウス組の話もここで出てくる。ギュー、外した。全員なぜ剣で攻撃したいんだ。槍の方が豪快でかっこよく見えるだろ。綺麗なやつだな。戦場で緊張感を保てなくばいつか命取りになるぞ。いや、実は剣を買い忘れたのが本当の理由なんだけど。女性に声をかけるのに忙しかったからか。怒るなよ。俺の腕ならやりだけでもなんとかなるって。そんな言い草信用できるか。弱みの剣を渡しておく。次はこれを使え。もういいのか。あった、助かったぞ剣と。いつもながら世話の焼けるやつか。マーク殿、仲間の失敗は私が取り戻します。どうか私ケントに攻撃させてください。ご指示を。武器にはそれじゃね。サンスク、敵は斧を装備しています。鉄の剣で攻撃しましょう。少しで倒せそうです。とどめお願いします。で、
封印までは、マークが俺にもう一度チャンスをくれ。封印までは、あ、違うか。トラキアまでは全員を動かした後に、ターンを、エンド、ターン終了を選ばないと、相手には移らないんですけれども、封印からは味方全キャラ終了したら勝手にターンが終了します。斧を装備してる相手には剣だ！鉄の剣で攻撃しよう！なんとかよかった。剣で戦ったのに避けられるなんて冗談じゃないぞ。よく見てみろ、敵は森に隠れている。枝が邪魔になって攻撃がしにくいだろう。確かに攻撃することに気が入っててうっかりしてたな。そのうっかりが命取りだと何と言えば。いやー、待って、分かってないって。剣とか分かったのなら行動で示せ。剣とのやつ神経質だな。引けるぞ。私が戦います。どうかご指示を。鉄の剣で攻撃しましょう。命中率が 90%。 相手も最初の味方のソシアルナイトっていうのは赤緑のお約束っていうのはまあ暗黒竜と光の剣からですからね。はい、キアランのダート男全員といえばこの俺ですとも。ああ、怪我してますね。可愛いあなたを心配させてしまうなんて、俺なんて罪深い男なんだ。いただきます、いただきますもん。さあ、お待たせするわけにはいかない。うるわしらあの方から愛の傷薬を受け取らねば。マーク頼むよ。選択を強調して助かった。ありがとうマーク君。そして俺の女神様。プレイヤーのステータス見るのは
この武器の名前の横にメーターがありますけれども、このメーターは熟練度です。これは封印の剣から出てきたんですけれども、武器を使い続けると最初は鉄の剣やらしか使えなかったものがどんどんレベルアップしていき、最終的に伝説の武器も使えるようになります。まあ、リンがレベル2なのに対して戦員と、ケントはまだレベル1なんで、このメンバーでレベル上げさせましょう。真似しやがって。全員の剣のメーターが上がっています。これが使った分だけ熟練度で上がったということです。ちなみにソシャルナイトの剣との分は逆に槍の方が熟練度が下がっています。リンは剣の D を花から使えるレベルになっています。これは鋼クラスまでは使えるはずじゃなかったかな。で、あとは、とどめ。命中率が100だから、こっちの攻撃が必ず当たる。くそ、偶然、一人ずらしじゃなかったのかよ。我らはリキアのキアランコより人を訪ねてまいりました。そうです。16年前に遊牧民の青年と駆け落ちしたマデリン様の使者として、我らが主人、キアラン公爵のたった一人のご令嬢です。ずっと消息が知れず、公爵ももう娘はいないものと諦めておられました。しかし、今年になって初めてマデリン様より頼りが届いたんです。坂の草原で親子三人で幸せに暮らしている。そのことに公爵はとても喜ばれ、自分には15になる孫娘がいる。知らぬ間におじいちゃんになっていたようだと、それは幸せそうな顔で発表なさいました。孫につけられたという名前は、リンディスは公爵が早くに亡くされた奥方様のお名前だったんです。娘夫婦の思いやりに、かたくなだった心もどかされたんでしょう。なんとか一目なり、娘たちに会いたいと願われ、我らがここに来たんですが、マデリン様は手紙を出した直後亡くなられていて、そのことを数日前に到着したこのブルガルで知りました。ですが希望は残されていました。娘は生き延びたというんです。一人で草原に残る暮らしていると、私はすぐにわかりました。あなたこそリンディス様だと。あなたは亡き母上によく、とてもよく似ておられる。直接お目にかかったことはありません。キアランの城で姿を何度も拝見いたしました。
まさかラングレンドのお手の物だよな。キアラン公爵の弟君です。マデリン様は戻らないものと誰もが思っておられましたので、その場合ラングレンドのが次の爵位を継ぐはずでした。つまりあなたの大おじいはあなたに生きておられると困るってことなんです。残念ながらそんなことは通じる相手ではないんです。これから先もリンディス様のお命を必要に狙い続けるでしょう。我らと共にキアラへ。このままでは危険です。ブルガルの町の外れに小さな祭壇がある。精霊が宿るというその場所は古来より坂族の聖地とされていた。一行は旅の安全を祈るためそこへ立ち寄ることにする。大いなる何かに導かれるように。それは興味深い。エレブ大陸で信徒が一番多いのはエリミール教ですが、この地では太古の習わしが受け継がれているんですね。じいじい、おとなしく走行時だ。どんなに驚かされようとも、マニカティを渡さなきゃいかん。マニカティは精霊の加護を受けた尊き剣。ここより動かすことなどできん。あれ自由だな。ゲントだ、使ってなんぼのもんだろ。使うなんと罰当たりだ。このあたりが一番の剣の使い手、このグラス様がもらってやろうって言ったんだ。あら、そこどいだ。あったあった、予想通りいい剣じゃねえか。こういうもんは俺様が使ってこそだ。あんたこいつ、そやから抜け。その剣はお前などには、精霊がお前を拒否しているのじゃ。だとこの老いぼれ、死にたくなければ奥の部屋にでも突っ込んだ。貴様何がされない、てめろかわやせ。この祭壇ごと叩き潰してやれ。様どうします？助けに行くして何か準備が必要では。次は俺だな。わかった。俺船員が民家を訪ねる番だろう。指示を頼むよ。山にいると攻撃を受けにくいが、かなり動きにくいぞ。馬に乗った騎士なんぞ動けんじゃろうな。気をつけるこった。つまり ここはケントと船員が動けないということです。
まあ基本的に最初はもう、凛の武器が剣なんで、剣でしか攻撃、というか剣で攻撃した方がいいというとこしか出ません。それでここを横切ったら、まあ一発でクリアできるんですけれども、その場合ここにいる、敵の経験値はもらえないことになります。で、さっき入ってるヒビと言われたのはこれです。ここを。もちろんこれでも熟練度は上がります。入らないのは経験値だけです。こっちに行って、でこれでここを壊して中に剣刀持ってって剣刀で経験値を稼いで、であとはこいつ一人だけで、まあ鉄の槍を装備して、てめえ何者だ？このグラスと勝負しよっとるか。
つ、つえ。じゃあこれであとはここを制圧するだけです。でもちろん違うキャラが持っていっても制圧できません。そなたは確かロール家族の。そなたたちのおかげで大大ごとにならずに済んだ。大事にならなくて済んだ。礼を言うぞ。この剣はわしが封印しておるからな。封印を解かん限りこの剣を抜くことはできんよ。さ、礼と言ってはないじゃが、お前さんたちには特別に周り価値に触れることを許そう。剣の鞘に手を当てて旅の無事を祈るがいい。で、剣が、これこそ精霊の御心。リーよ、そなたは精霊に認められたようじゃ。マーニカティの持ち主になるがよい。剣がそれを望んでおる。その証拠に抜いてみるがよい。生きている間にマーニカティの持ち主に巡り会えるとは。釈迦本物じゃな。旅立つのだ、リンよ。この先どんな試練があろうともその剣を握り運命に立ち向かってゆけ。まあこれがまあ伝説の武器的な感じですね。これがマーニカティですか。なるほど、珍しい剣ですね。優れた武器は己の持ち主を選ぶ。それは坂だけではなく大陸中でよく耳にする話ですよ。私はニンリス様の権威を拝見して情にならざるものを感じていました。あなたこそ剣に選ばれて叱るべきだと思います。こう考えてはどうでしょう。武器にも使いやすいとか使いづらいとか自分との相性ってありますよね。このマーニカティはニンリス様の気にとても合う。そんな風に思ってればいいんじゃないですか。この剣、俺たちには使えないみたいですし。なに、マーデレンの娘がまだ生きておるのだぞ。ラングレス様、娘は剣と戦意両面と行動を共にしてるのか。いかがいたしましょう。このままではいずれベルン北域は山賊どもの横行する地と聞く。ただの小娘がここまで来られるはずもないよ。それより早川二上の奴の息の根を止めねばな。例の毒抜かりはあるまいな。疑う様子なく口にしております。向こうの描写時間の問題かと。もうすぐこのキアラはわしのものになる。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。じゃあ失礼いたします。